大崎市岩出山で運用が始まったのは、内川松沢小水力発電所です。この発電所は、県が総事業費およそ4億4000万円をかけて整備したもので、江合川から取水した毎秒 2.2 トンの農業用水を使い発電します。県によりますと、最大出力は 49.9kW で、県内の農業用水を使った小水力発電施設の中では最大級です。365日発電が可能となっております。その発電につっても、二酸化炭素の発生とかを、しない発電仕組みになっておりますので、有効に活用できると思っております。発電量は年間で一般家庭およそ80世帯分の38万キロワットアワーで、発電した電力はすべて東北電力に売電されます。収益は用水路や排水機場など農業水利施設の維持管理に充てられるということです。